シーズンゼロっつって、とうとうなんか、レディーフォーアクションってなんか、もうイーフトらしからぬフォントだよね。どちらかというと、ボンバーマン。ちょっと動画見てみようか。オッケーオッケー。今回もね、楽しい動画は、お、いいよいいよ、ポジ、ポジ、マックスになってないけど。で、オッケー、おー、手を挙げてるね。おー、準備体操の動画ちゃうね。準備体操すんな。なんだお前、おいおい、おい、シーズンゼロって準備か。準備体操。じゃあ俺もいい口しながら準備体操して、おい、もうマジでふざけてんの？はい、どうも、キタスラです。ということで、今回は選手メイン賞やっていこうと思う。今回紹介していく選手なんだけど、このスペシャル選手リストから、無料指名契約権。ここから紹介していこうと思う。ということで、今回紹介していくこの指名契約からの選手はこちら。ヘセス・マヌエル・コロナ選手紹介していこうと思う。こちらの選手のタレントポイントをここに貼っておくんで、ぜひチェックしてくれ。ということで、今回紹介していくコロナ、コロナ選手、触れちゃいけねえよ。まずこれ身長が173センチってところで、ドリブルがかなりしやすい身長になっております。このポジション適性が広いとこもいいよね。キッチンホール、皿洗い、何でもかんでも買い出し、何でもできるバイトリーダーよ。で、能力値見ていくんだけど、ドリブル数値91乗せられると。で、平均的にボールコンとボールキープもね、90付近にあるから、ドリブルの使用感はね、かなり。で、グロッポフロッポも70乗っていて、決定力。スピシュはね、まあそこそこって数字なんだけど、まあこのスキルを見てほしいのよ。ダブルタッチ、ルーレット。この二つのコンボめちゃめちゃ凶悪だからね。で、ここ、見て。ワンタッチパス、スルーパス。もうこれ、清すぎ？これさ、おちんちんとおまんまんついてる。で、さらにピンポイントクロスのおまけというのについていると。で、最後にね、あ、決定力。ということで、今回こちらコロナ選手を使って、ドリブルのしやすさ、および使用感をね、みんなに広めていって、観戦させていこうと思う。ということで、試合へレッツゴー。はい、パトリツクから立ってて、これサイド見ていこうか。で、ここ、中切ってるね。オッケー。いけー。スライド。ナイス！中入って！いやいや、ドリブラーやん。で、しかもシュート、待って待って待って、決定力お前、おかしかったよな。え？はい、このパターン絶対、そう、もうサイドから展開するとき相手は、もう大体中来るから。ナイス。こっちはダブタ、狙っていこうぜ。なあ、無理だよな。まあ、宝くじ引いた感覚よ、これはもう。はい、ここ相手動かないね。動かない相手に対しても。で、ここ。決定力あるね。動いてないにしろだよ。はいはい、まあまあまあ、1点目よかったね。てか、相手のこの52歳独身酔っ払いを、見たことない？なんか俺が女の子探す企画で。え？これさ、シュシュってやるやつやろうぜ。で、後ろ回れよ。てか、でも、奥さんのように言ってる。なえ、いける！行く？いやおい、ワンキルすな！お前なんなんで相手の顔面当ててシュートって。おかしいだろ、やり方。はい、ここでサイドまた出していける。オッケー。ここね。で、ここでこのまま。いやー、無理か。ちょっとでかいな。いや。あるね！おい！ここさ、サイドでこのまま突っ込んで、なんでスルっていくの？おかしいでしょ。もうフルパをすんなよ。イライラする。ここ。オッケーオッケーで、逆展開していこう。はい、で、これ上がってダンスいるかな。オッケーオッケー。ナイス！で、ここでこのまま。いや、無理か。やばい、信頼がなくなってる。はいはい、ここで、もう一度同じパターンでいってみようか。で、ここ、ドフリーじゃん。さすがにいけるか。さすがにいくだろ。オッケー。で、ここで止まってダブタ。で、もう一発いってって、で、もう近寄ってこいよ！やる気出せ、相手。だが、まだある。来た！よし、この、もう渋ってえな。はいはい、ここ、守備、落ち着いていこうか。いやー、マジか。で、再度ここ。ここ触って、もう、ほんとさ、このゲームもうクロスなくなるよ、マジで。で、ここサイドで、ここも仕掛けないんだ。立て。
ナイス。決まった。完璧すぎるんじゃない？ソルナ？絵に描いたようなドリブルシュート決めやがった。はい、ここ縦で、でもう一回サイドで、これもう一回サイドでいけるか、ナイス。いやー、うまいねー。うまひひーになっちゃった。はい、メンタルの強さ、共にコロナと歩みました。ということで。まあ、コロナね、まあ、もうちょっとスピードが高い方がね、良かったなって感じだね。まあ、スーパーサブで使うのは、ありかもしれない。バイチャ。